始まるよ。劇団秋祭りいよいよ本番、豪快にこけても再チャレンジ、メンタルは最強、初のイベント出演、こうご期待。こんにちは、動きませんよね。日本でフリースタイルスケーターをメジャーにすることです。応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ルナです。スケーター始めて1年です。世界チャンピオン目指してます。よかったらチャンネル登録よろしく。こんにちは、うちです。たこ焼きが好き。バイバイ。こんにちは、青瀬です。1年半前フルーションを始めて頑張ってできてます。宿題頑張ってます。みんな僕含め恥ずかしがり屋で、でもスクーターに乗るとめちゃくちゃ輝いてかっこいいんですよ。なので応援よろしくお願いします。それでは今からまず皆さんにフリースタイルスクーターの技も覚えて帰ってもらいたいです。皆さん、僕たちパフォーマーは盛り上がってないと攻めれないんですよ。なので僕たちがあれーって言ったら、僕たちがあれーって言ったらあれーで返してください。 OK ですか。まずは基本中の基本、バニーホップっていう技からいきたいと思います。あれー、ナイスです。次はテールウィップっていう技、自分が乗ってる板の部分を一回転させる技。今からこの3人がテールウィップっていうすご技をトレインでやってくれます。はい、お願いします。あれー、実は1年くらいかかる技をみんなちょっとね、繊細すぎてすぐできちゃったんですよ。ってことで次は1人ずつスゴ技、ルナ君おいで。1人ずつスゴ技何をチャレンジするか説明してもらいます。このスポーツって怪我を恐れながらチャレンジするので、正直恐怖心と戦ってるんですよ。なので皆さんの応援がめちゃくちゃ必要になるので、応援よろしくお願いします。僕が今やる技は先生がここにいて1回転のスゴ技です。やっちゃいましょうか、やっちゃいましょう。頑張れ。正直毎回怖いです。いつスクーター飛んでくるか分かんないので、ちょっと他にヘルメットだけ被らさせてください。あともう一回見たいっしょ。拍手お願いします。もう一回やるよ。さっさあれ、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。